皆さん、こんにちは。夢と希望の障害者、田島春樹です。今日の話題はですね、まあ、また政治関係、また行政関係の話をしていきたいと思いますが、まず、河合克行さんなんかの話はね、先週、まあ、今週、結構大きく出た話題かなと思います。ね、まあ、元本省でね、まあ、その、なんて言うんでしょう、公選法違反、まあ買収ってやつですか、に、加担したのを認めて、辞任するという方向になりました。うん、なんかやっとかっていう感じですね。これも長かったですね。まあパッと認めてね、やっちゃえばいいのかなと思いますが、まあ衆院の解散もね、だいぶ近くはなってきているので、まあ余計なのかなっていう気はしますけどね。まあ、その、どう出るかわかんないですけどね。また、彼が当選するかどうか、はわかりませんが、まあ、そこは、辞任という形をね、取ってくれてよかったんじゃないかなと僕的には思ってます。皆さんどうでしょうか。まあそれに加えて今回はですね、メインとして、今日出たニュースかな、今日は話題になってる、ちょこっと話題になってるニュースですが、マイナンバーカードの保険証の連携の関係ですね。あれがなんかちゃんと今月末から本格的に導入していくということだったわけですが、そのまあ国保の、関係の人たちの、まあ、情報のね入力ミスなのか、システムの関係なのかみたいなことを今言ってますが、結構ね、その導入を先延ばしにしますみたいなことが出てきたわけで、いや、やるんであれば、そのちゃんとね、国として打ってるわけですから、やるんだったらじゃあちゃんと本格導入できますよっていうところを着実に進めてほしかったなっていうのは正直ありますね。そのマイナンバーと保険証を紐付けすることがいいか悪いかは今回置いといて、この話は、まあ、とりあえず置いといて、国のね方針としてやっていきますってなった時に、なった時にそれはどうなのっていうことが、問題なんじゃないかなっていうことを感じたんですね、僕が。まあ今回はね、ちょっと時間もないので短めにしたいと思いますが、国として打つんであれば、ちゃんとしてほしかったっていうのは、会社も同じかなって思うんですよね。会社とか仕事とか、このプロジェクトやりますって言って、ぐだぐだになっていく。今の行政もこれやりますって言ってグダグダになっていく。で、時短がね、まあ延長されましたけど、またそんな話もありましたけど、じゃあ保証なしで延長していきますっていうことはやっていくけど、じゃあその便利になっていく、生活に便利になっていく部分ではなんかちゃんとできませんでした、ズルズルになっていきます、不祥事のことはズルズルにしていきます、というところを、国民がこう認めていていいのかなっていうのは正直感じるんですね。認めてないよって別に何も言わないけどじゃなくて、もし何も言わな、認めてないんであれば何も言わないじゃなくて、認めないよっていうことを主張してほしいなと。それが選挙という形であるのか、まあこうやって配信していくっていう方法もあるだろうし、周りと話すということでもいいと思います。つい先日ですね、
まあ僕がよく行くお店があるんですけど、そこでですね、まあ常連さんとお話をした時に、まあこんなところで政治の話をするのはタブーだけどねっていうことをチャラッとね、言った方がいて、ああやっぱそういうなんか染みついてんだなってふとね久々にそういうの感じました。結構ね今政治のね、僕がまあ令和のね、県からいろいろ関わってきて政治を話す人たちっていうこと人たちが集まってね、来てたりするので、ふと日常でねそういうことを感じたのがちょっと久しぶりだったなと思うんですけど、でもその方がまあいいこと言ってたなと思うのは、なんかだったらあーだこうだ言うんであればそれなりの活動をしろみたいなことは、言ってたんですよ。ああまあ確かにな、それが政治家になることなのか、納税することなのか、それはまあ別に何でもいいけどとか言ってて、まあその政治参加のね主張は大切なんだろうな。また違う人もですね、政治はに、例えば選挙に行かないというのは意思表示である、っていうことも言ってて、ただ日本はそれを意思表示として認めない国家であることが問題だ、ということも言っていてですね、まあその通りかなと思うんですね。例えば選挙なんかでも白票を有効にします、っていうことをすれば、それはそれで、いい、その主張の仕方になるのかな僕は思うんですけど、皆さんどうでしょうか。まあそんな中ね、このマイナンバーカードの件を受けてですね、本当に国としてやっていく気があるんであれば、もうちょいちゃんとしてほしいなという主張をですね、お伝えしたいと思って、動画を投稿してます。あともう一つ皆さん、すごく、まあ、ローカルな話というかですが、この投稿が毎週木曜日にしてますね。毎週木曜日にしてるんですが、これ僕が思うこと、僕がどう考えるのか、どのニュースをピックアップするのかとか、いろいろ、まあ、見てくださってる方いると思うんですが、これを毎日配信したらいいのかどうか、ちょっと僕も迷ってるところがありまして、ぜひ、毎日やってっていうリクエストがあれば、ちょっとやってみようかなと思ってます。はい、なので皆さんコメントの方にね、下のコメントに、いろいろと、まあ、別に毎日じゃなくて週1でいいと思いますよとか、いや毎日やってくださいとかあったらですね、コメントお願いします。ということで今日はこんなところにしたいと思います。また次回をお楽しみに。バイバイ。